前回の続きの局面から解説したいと思います。現在の局面は先手が5筋の歩を交換した手に対しまして後手が5四歩と打った局面となっております。5四歩に対して先手は5六飛車と一つ飛車を引きます。この5六飛車はですね、先手が7五歩と突いた手に関連する一手ですね。この7五歩を生かして誘うという狙いがあります。これに対して後手が6四歩とかですね、この局面で反発してきましたら、7六銀と上がっとくぐらいでいいですかね。6五歩と取っても同銀と 取り返しておけばですね、これ以上後手から攻めはありません。6二飛車と回っても6六飛車とですね、先手も飛車を寄っておきますと、後手から6四歩と受けるくらいですかね。6四歩ならば、7六銀と引いておけば次に8五銀と歩を取る手もありますし、8二飛車に6七銀と引いておけばですね、次に7六飛車と、先手は飛車を寄れますし、6五の歩が持ち駒になったっていう計算ですので先手としても不満がありません。またこの局面ですね、6六飛車と寄った手に対して6四歩ではなくて4五歩と突いてですね、反発するような手もあるかと思いますが、そうですね、これに対しては先手は指し方がいろいろありますね。おとなしく6九飛車と引いておくような手もありますし、強く指したい方は5四銀とですね、いきなり銀が出て暴れるなんていうのも考えられると思います。例えば同銀と取るのは一番後手としてダメですね。6二飛車と飛車を取られてしまいます。で、6六角と飛車を取る手もあるんですが、どちらがいいですかね。一回同角同飛車5五角3三角で6六角同角に、例えば4三銀成と取っておけば成銀が大きいですね。6九飛車ちょっと怖いんですが、5九歩と受けておけばこれ以上の攻めはありませんので、成銀の大きさで先手が指せそうです。それ以外にはですね、5四銀に同金と取る手もあるんですが、6二飛車成同銀、ここ難しいところですね。一回角交換するべきかしないべきか、例えば角交換して同桂に、6一飛車などと攻め合う手もあると思います。5一金に8一飛車成と、後手の方は陣形がバラバラですね。次に例えば後手がパスをすると6三歩、6三に歩を打つ手も、痛いですし、4三桂みたいな手も残ってますね。陣形がバラバラとなっております。ただですね、こういう変化の時に先手はですね、この後で6九に飛車を打たれる手を気にしないといけないんですね。先ほど6六に角がいた状態でも出てきたんですが、6九飛車と受けて打たれて先手が何か指すと次に4八銀と打ってくると、同金、3九角という攻めですね。美濃囲い崩しの基本の攻め方となっていて、こういう形になった場合はこの7八に金が上がった手がですねマイナスとなってしまうんですね。この金でバランスを取ってるはずが相手にされずにこちら側に襲いかかれてしまうとなりますと、金が離れているという陣形の薄さがそのまま出てしまいますので、気をつけなければいけません。ですから一例としてこういう5四銀という手はやりましたが、実際はですね6三歩とか6四歩とですねおとなしく受けておいて6六角同角と王手で取り返しつつ、この6筋の、拠点を利用する3三桂に、
6三角と打っていったりですね。はい、でこれで馬を作っておくような展開だったり、まあおとなしく6九飛車と引いておくのが一番いいと思いますね。飛車を引いて角交換をしたら、同桂と桂馬を跳ねることができて、この6五の銀にも紐がつくと。で後手としては、この陣形がまだバラバラなうちに6筋から戦いが起こっていると、こんな感じの方がですね振り飛車らしい指し方かもしれません。まあ、ただ5四銀みたいな手もあるんだよっていうのを覚えておくと良いと思いますね。戻りまして、やっぱり後手としてこの陣形が完成してないうちに、駒をぶつけてですね戦いを起こすのはやや無理ということで、5六飛車には1一玉と、穴熊に組んでいきます。で先手は7六飛車と飛車を7筋に転換します。はい、石田流みたいな形ですね。中飛車で5筋から攻めていくのかと思いきや、飛車を7筋に転換して、三間飛車石田流として戦いを、していくと。まあ、この辺の臨機応変さが、振り飛車の良いところだと思います。で、まあ、2二銀ならば7四歩同歩同飛車で7三歩に7五飛車と引いておくと。はい、この7五に引くのが大事ですね。まあ、いつでも8五飛車と横歩を取れますよと。まあ、今すぐはね当然8二飛車がいるので取れないですが、例えば3一金に6六角と上がってですね、後手が何か、はい、1四歩とか9四歩と指したら7七桂と跳ねておいて、次に8五飛車と取ると、9五歩に8五飛車と取ると。もしくはこれ石田流でよく出てくるんですが、すぐに取らずに一回7二歩と垂らすような手も、手筋の一手となってます。同飛車と取ればそこで、8五飛車と取る8二歩と受ける一手ですが、まあ、後手としてはですねここの形がですね非常に負担となりますので、先手としても指しやすいと。また7二歩に6二銀とですね7一歩成を受けますと、この銀が囲いから離れてしまいますので、その瞬間に8五飛車同飛車同桂と交換しておくと。先手としては次にですね後手が何か指しますと6一飛車と銀取りに飛車を打ちつつ手順に桂香を拾うと。銀が逃げて、8一飛車成と桂馬を取ると。こうなりますと9一竜と香車取ることもできれば、7一歩成からですね6一と金5一と金とですねと金攻めすることもできますし、8五に跳ねた桂馬も7三桂成と成り込むことができます。また逆に先手陣はですねこの7八に金が上がった効果が出てまして、飛車の打ち込み場所があんまりないですね。例えば6九飛車とか8九飛車と打つ手はあるんですが、この6六に角がいますので9九の香車も取れませんし、これ以上の攻めがないと。でもしかしたら時と場合によってはこの飛車がですね取られてしまう可能性もありますよね。非常に狭いですので、ですからこういう展開飛車交換になった時に7八金型だと後手からの飛車の打ち込み場所が少なくて済むと。で逆に穴熊はですねこちら側に駒が偏ってますので、好きなところにいっぱい飛車を打てるという風な展開が考えられます。はい、ちょっと戻しますね。ですからまあこの7六飛車とですね石田流に飛車を転換するという狙いは、7筋から歩を交換すると同時に後でですね、飛車交換を狙っていこうというのが、基本的な戦いとなっております。で場合によってはですねこの、6七にいる銀をですね5八銀とですねこちらに引きつけますと、普段金いる位置なんですが美濃囲いがさらに強くなりますし、その後ですね
後手がもう一手指して6七金などと上がりますと、この美濃囲いの駒の連結が非常に良くなりますので、相手の出方によって例えば銀を引いて美濃囲いを強化するとか6七まで金を持っていきますとかっていう戦いも、考えられると思います。今の手順中ですね、7四歩同歩同飛車、7三歩7五飛車3一金に一回6六角と上がって次の7七桂を見たんですが、例えばこの時に後手が8六歩と先に歩を交換してきても同歩同飛車に、まあ8七歩と受けておく手もあるんですが、振り飛車らしいのは7七桂と跳ねまして、8九飛車なりに8五飛車とぶつけると。で同竜ならば同桂と取り返して、8九飛車8二飛車と打ち込んで、まあ、後手の方は香車を取ることができないし、先手としては手順に8一の桂馬や9一の香車を取ることができるので、まあ、先手が優勢と。で8五飛車に、9九竜と取ったとしても8一飛車と取り返しておけば、まあ、香車も取れるので先手の駒得が確定すると。でまあ形的にですね、後手から香車1本であんまり攻めてくる手があるとも思えないんですが、場合によっては、まあ、形によってはですね、後手が何かしたとしてこう8九歩と打ったり竜の横利きを止めたり、7九歩とですね金底の歩で竜の利きを止めてしまえば、これはもうかなり先手陣が安全ですね。ですのでこの7八金型の特徴を生かした戦いとなっていますね。ですから石田流に振り直した後は、もう飛車交換を狙って強く戦っていくというのが良いと思います。で7六飛車の局面まで戻しましたが、例えばここで後手がですね2二銀と今上がったんですが、2二銀ではなくて、8四飛車と浮いて7四歩の交換をですね阻止しようと、まあ、してくる場合もあるんですが、この場合もですね構わず7四歩と突いてしまうのが良いと思いますね。で後手としては同飛車とは取れませんよね。同飛車ですと同飛車同歩7一飛車と打たれて、穴熊が完成してないうちにさっきよりもひどい状態で飛車交換になってますので、これは先手の方が桂香を取れますし、例えば、3二金8一飛車なりに6九飛車と打ち込んだとしても、まあ例えば7九歩と受けておいてもですね、後手の飛車次に5九金寄りとかで飛車が取れますし、5八銀と引いてですね、6五飛車なりと自陣の外に飛車を追い払うこともできますので、これは先手が駒得も確定してますし優位な局面だと思います。まあ、ですから後手はですね7四歩に同歩と取るよりないんですが、そこで先手は歩を突き捨ててから6六角と飛車取りに角を出ます。はい、で飛車を逃げるしかないんですが、9四飛車と7四歩をですね守りつつ逃げるのは9六歩と突かれておくと、これもう次の9五歩飛車が死ぬのが受からないですね。飛車が狭すぎて、受かりません。何かやって9五歩となればもう飛車の丸得がほぼ確定してますので、これは先手が必勝ですね。ですから8二飛車と逃げるよりないんですが、7四飛車7三歩に、まあ、先ほどと同じように7五飛車と引いてから7七桂を狙ったとしても、これさっきの局面ですと2二銀とか3一金がですね間に合ってるんですが、8四飛車と浮いた手が全く生きてませんので、後手は飛車を浮いて下がった分単に手損をしていると、2手の手損をしているという状態になります。また、7五飛車じゃなくてですね8四飛車とぶつけて同飛車同角と
はい、交換しておった形になったとしても、後手の穴熊がまだ未完成ですので、これは先手が優勢となりますね。ですからこの8四飛車と浮いてですね、7四歩を受けた、受かってるように見えるんですが、構わず7四歩と ついて同歩に6六角と上がる手がですね、この石田流の手筋としてありますので、実は8四飛車と上がる手もですね、良し悪しで、手損になってしまう可能性もあるということが言えると思います。はい、今回はですね、7五歩から、5六飛車と引いてですね、7六飛車と石田流に組み直す形を紹介してみました。まあ、中飛車の戦いではなくなるんですが、非常に有力な戦いなので、ぜひ試してみてください。今回はこれで以上となります。